こんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか。私は元気にしております。さてさて、ガレージバンドを使ってファイナルファンタジー10のテーマ曲ザナルカンドにて、こちら3拍子の曲なんですが、それを4拍子にしてリアレンジするというこのプロジェクト、現在はストリングスのアレンジメントを少しずつ進めております。今回は B パートの後半を作成したいと思います。はい、 B パートの後半、ベースはすでに入っておりますので、はい、入っておりますね。メロディーラインを入れていきます。ててて、てはい、次、B だから D 高い高い D が入りますね。はい、じゃあさて、相当高い C が入りますね。あ、B が入りますね。うわ、バイオリンギリギリ。となるわけですね。あ、違うな。F シャープマイナーだから。F シャープマイナーだから。F シャープマイナーだから。こっから。こうか。で、D、あ、C、この辺の C。A、 A、 A の後、B を続けて、B を続けた後、B を続けた後、B に落ちるん
B マイナーじゃなくて B に行くんで、D シャープに対して F シャープで OK。F シャープ。これここだな。あれ？ラ。シファ。そうですね。よし、できた。メロディーラインができました。これに下を入れていきます。はい、次、まず F シャープマイナー。F シャープマイナー。まず F シャープがいる。けど F シャープは一番下で弾いている。じゃあちょっと置いとこう。A がいる。A。A がいる。A があればマイナーになる。で、C シャープがいる。ここにいる。で、ここには D があって、D がなんでいるの？おかしいじゃん。D はダメだよ。D はダメだ。D はダメだよ。このフレーズ。ああ、違う。ここ B マイナーか。ごめん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 。間違えた。B マイナー。まずは B マイナーから。B マイナーで F で G で B がいる。B が必要。どちらにしても B が必要。はい。B が必要で D がいて、D から B へ上がる。B がいて、D がいて、F。いた。次、A。A で上がろう。で、ここから D がなくなって B へ行く。B へいたものが D へ行く。
よし。で、次が F シャープマイナーだ。よし。F シャープマイナー。たった一音。F シャープマイナー。それに対して A と F シャープマイナーから C に行ってるな。F シャープマイナーから C に行ってる。そして A がいる。じゃあとりあえず C を作ろう。C シャープ。ここに作ろう。次、E。E。G。G シャープか。F シャープだから。G シャープ。うん。そうだね。で、ここで、F シャープと G シャープになるから G シャープだったやつが F シャープになれば和音は保たれる。次 A マイナー。はい、 A マイナーは A に対して A に対して CA と上がるんだ。 A、C、E がいる。 E が必要。 E が必要。 E、G、 G はいる。 G はいる。ここにいる。よし。 G で B、B、B はこれが下がればいい。よし。で、ここで C から A に上がるんで、C から A に上がるんで、B、 B はどこだ。 B はこれだ。 B が C になる。これで和音が保たれる。はい、次。てんてん。B、F。B、F の後、こっちは B だね。いいね。じゃあ D を作ろう。D はどこから作ってくるかというと、ここに C がいる。C がいる。C がいるけど、ここの E に下がってもらおうか。
その方がいいな。C に下がっ、あ、D に下がってもらって、F シャープ。F シャープはこの人にやってもらおう。で、A。A。そうなるね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 。よし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 。で、B、F と下がる。B は通奏低音で流れてるから B、F、F はあるか。F がなある。B、F と来ても何ら変わることがない。なら C を作ってあげたい。C を作りたい。B、F と下がるんだったら、F と下がったら、C を作りたい。よし。さて、再生してみましょう。201から再生。さあ、行け。大丈夫大丈夫。フルート見てみようか。202と3のフルート。5でしょ？ほら、やっぱ高すぎるんじゃん。バイオリンギリギリまで行かずがないじゃん。はい。これが。で、これも。
で、F シャープ。はい、もう一回。もう、すごい、なんか、チョンボみたいな間違いしてるな、僕。マーチャンだったらチョンボだな。はい、これでいいんじゃないでしょうか。はい、じゃあもうちょっと前から聞いてみますか。 B パート全体を聞いてみますか。ん？ B パート全体聞いてるんだっけ？違うか。201から8引いたら193。はい、よし、ここまでで終わります。今日は、はい、 B パート後半完成です。次回から C パートに入りたいと思います。では、今回の配信は以上となります。また別の配信、次の配信でお会いいたしましょう。さようなら。